白マスクレモンスター関本大輔。赤コーネに第5輸送青木龍也組の入場です。
No! No! Yeah! Hey, 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 yeah!
Thank you.
おい、そこに寝てる大文字くん、おい、お前もチャンピオンだろ。おい、起きろよ、いい加減さ。おい、この野郎。そのベルトに俺を挑戦させる。ほんで、ストロングヘビーとお前のベルト、なんだ、オールアジアか、これ取って二冠チャンピオンだわ、あれは。新木場、俺が関本大輔が二冠チャンピオンとしてここに君臨してやる。関本大輔っていうね、やっぱり、キャリア何年だ、何年か関係ねえな、関本大輔という男の貪欲さ、悔しいな、なんか、確かに、俺は悩んでたよ、ずっと、吉田か関本大輔が、でも今日、今日はっきり、答えを出させてもらった、でもよ、挑戦者決定、ストロングヘビーが決まっただけじゃねえよ、関本大輔、その後なんて言った、この大文字が持つオールアジアにも挑戦するって言ってたよな、あいつ、なんだろう、悔しさだな、正直、タイトルマッチ決定の、ニュースより関本大輔が、あのキャリアでまだ二冠に食らいつくっていうあの貪欲さがな、勝っちまったな、なんか悔しい、だから、そんな貪欲な関本大輔を俺は、正面から受けて叩き潰す、それだけだ。関本、アジアのヘビーって言ったら関本大輔、無視できねえな。ああ、いいよ、待てよ、大日本の会場で負けたんだ、つまりは大日本の会場で防衛戦しないといけねえな。でもよ、その前に10月28日、ランゼンド姫路で巨木太っていうオーストラリアの2メーターくらいの選手と防衛戦決まってんだよ。どうする、どうすんだ、まずそっちだな、まずそっちだ、だから、提案しよう、大日本プロレス、俺は関本大輔の挑戦を受けたい、だがその前に巨木太と防衛しないといけない、
だから俺と関本のシングルを組め。ああシングル組めよ。10月28以降でな。俺が巨木からちゃんとこのベルトを防衛したら、もちろん関本大輔の挑戦を受ける。万が一負けた場合は責任持って俺の全スケジュールを巨木に渡すか、あいつ日本に残ってもらうか。いやそんなこと言ったら必ず巨木を倒してアジア一を関本大輔と戦いで決めてやる。やだ、うん、やだありがとうありがとう。いいじゃないですか。しょうがないだろ。1本ぐらい。しょうがない。1本ぐらいくれたっていいじゃないですか。いや、くれたって俺も。1本くださいよ。チャンピオンじゃねえ。なんで2本も。挑戦だよ。ずるいずるいずるい。挑戦だよ。ちくしょう。挑戦。うわー、振られた。悔しい。別に振られてない。挑戦だよ。俺はチャレンジするから。俺がチャレンジしてさ、俺がチャンピオンになったらさ、お前を一番にさ、挑戦者と指名してやるから。本当ですか。本当ですか。よっしゃー、いける、やった絶対約束ですよ今。よし聞いたな、今の取ったな。関本さんがチャンピオンになったら俺が挑戦するからな。はい決定。約束は破るためにあるからね、そんなの約束できねえよ。その場のノリだからな。まあ今日2人のチャンピオンを乗しました、はい、これが現実です、はい、俺があの札幌でチャンピオンベルトを持って帰ってきますんで、はい、ほんでダイモンジのベルトも取って、2冠王としてまたこの新木場に現れますんで、はい、そこのところよろしくお願いします。何、はい、かありますか。改めて今日青木選手と戦ってみて、はい、やっぱり倒せる自信というのは今日また出たということでしょうか。そうですね、正直、肉体的な強さはまだ俺の方が強いと思います、はい、俺が青木雄也をボコボコにぶちのめしてあのストロングヘビーのベルトを奪い取って、はい、天高く掲げ上げます、はい、よろしくお願いします。何かありますか。大丈夫ですか。いいですか。はい、ありがとうございました。アジアヘビも取るからね、覚えておいてください。